こんにちは今日は学び方は使命によってて変わるこちらお話ししていきます今回は普段お話しする中で学ぶことが王の時代の使命であるとしていますがこの学ぶということが何かということと使命によって学び方が変わるという件を話します。 学びというとどんなことを思い浮かべますか何かを得た時や試験などで合格した時でしょうか大人になってからの学びはできないことができるようになった時でしょうか王の時代で学びとは 今現在の自分が知らなかったことを知ったときと考えてください。この場合の学びはプラス要素のみならずマイナスの要素を知ったときも未来のトラブル回避を学んだことになります。このプラスもマイナスも全てが学びであるということを前提に 学びにも違いがあることを解説しましょう。もしあなたが学ぶことにより新たな能力を得て才能を開花する使命を持っていたら、とてもわかりやすい学び方をしています。学んだことを日々に生かし、職を得て 今にたどり着くでしょうもしあなたが何を学んでいるのかわからない日々を過ごしていたら以下のパターンがあると考えてください人を教え導く運命のある人またはこの世界を知るために生まれてきた人いろいろなパターンはあるのですが 今回はこちら2つのパタ,ーンを当てはパターンに当てはまる方へのメッセージです。王の時代には必ず一人一つの才能があります。この才能が何かはわからないので、一見すると学びなのか苦しみなのか不明なものがあります。 この不明なものの中に人に教え導くものがあります。この場合、相手の未熟さを受け、自分は嫌な思いをしながら、相手に与えていくというものがあります。いつも自分は損をしているような気になっている方は、意外とこのパターンが考えられます。自分の周りで、 人がよく入れ替わったり、離れていく人が多くを学んでいったり、教えたつもりはなくても、周りの方が出世をするのもこのパターンです。もう一つのこの世界を見に来た人は、学ぶことより見学するという使命があります。この場合、世界を見て歩くので、 よく仕事を変わったり、人付き合いがコロコロ変わったり、定住せず過ごしたり、また逆に家から全く出かけずに、パソコンの中でサーフィンをして、多くの知恵を見知っていたりします。まとめ、王の時代は学びが人生の中心であるが、学び方は 生き方によっってて変わってくる自分の学びがどんなパターンかを分析して未来に必要なことを見いだそう。はい、こちらお話ししていきます。え今回お話しするのはいろいろあるパターンの中の2つと考えてください。え普通に学んで 手に職をつけて、混職、魂の中に記憶があるあなたが何億年も繰り返してきた仕事ではなく違うパターンの人もいますよ。混職で人を導く人はいます。混職でこの世界を見て歩くという人はいます。この2つのパターンについてお話しします。まず先に、 本職で人人。を導く人この人にはまたこれいろんなパターンがあるのでしょうが一つのパターンとして相手の未熟さを受けて自分は傷ついたり苦しんだりしながらもがくものを相手が受け取り相手が成長していくね。 えー、パターンがあります導く教え導くというのは言葉でこういうものがあるああいうものがあるこうしなさいああしなさいということは次回ねお話ししていきますがこれからはあってはならない導き方なんです。あくまで相手が学び取っていく気づいていく中で あこれが必要だだったんだ自分にはこれが足りなかったんだという、ね、ことを身につけて身についた後にえ自分から離れていくというパターンを繰り返す人ですね。まあ、こういうパターンの人はいつも自分が悩んでいて 何かを想像しているのだけど行ったり来たりうろ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 してるようなイメージがあります。しかしこれは一つの役割なのであなた自身が多くの人に影響を与えているという役割をしてるんだということをねまず客観的に知ってください。 この客観的に自分を見ることができないとただ傷ついて終わるとかなんだか自分は嫌われて終わるとか人が離れていくとかねいうようなイメージが残るだけになってしまいますただこのタイプの人は相手からちゃんと学んでいるので いろんなことに気づき、自分の欠点なりね、自分のこれからの課題なり、こういったものを相手の態度から見出していくので、自分で学習する能力があります。相手は何も与えてなくても、自分との違いを採用して学んでいくっていうんですかね。こういうパターンの方は意外と人に多くの。 ものを与えている。まあ、あの、教え導くというよりも、与えるということですね。与える、天命ていっていうのは実はその言い方だそうです。使命っていうか、婚職ですよね。魂があなたを導くということなので、まあ、てという言葉はあえて使いません。自分の人生の 基軸、基本という位置づけになりますもう一つのパターンこの世界を見て歩くという方がいらっしゃるんですねこの人はこの世界を見,に見て歩くことによってまた来世に何か役割があるのではないかと推測しますこれは来世に役割があるから今世は見るだけなんだよということを聞いたわけではないんですね だけど、え見るだけ何しに来たの引っ掛き回しに来たのみたいなね。イメージをちょっと感じてしまう人がいると思うので、あえて言いますが、ただひたすらに楽してる人しか見えない人っていますよね、中にはね。そんな生き方でどうするんだみたいな。誰にも頼らず生きていけないのか、自立できないじゃないかとか、逆に。 家族をないがしろにするとか、自分勝手で好きなことしかしていないようなね、えー、方いますよね。また違ったパターンでとんでもない善人っていうのがいるんですよ。すっごくいい人。何でこんな早く亡くなるのこんないい人がというパターン。こういう方も時にこういったねえ運命を持って。 いますまあ、これはまた、ね、後の動画でお話します。今回は学び方は使命によって変わるの、ね。一つの学び方として苦しんだり悩んだりなんか人が離れて行ったり状況が変化して何で私はこんな思いをしなきゃいけないのという、ね、タイプの人。まあ、これは人に何かを与える、ね、導く。 こういった使命を持ってますよというお話とこの世界を見て歩くというね学び方をする人もいます。こういった人はもう本当に旗から見ると好きなことをしているだけ。だけどこれはこれでこの人自身の何かすべきことが待っていて今しっかりとこの世界を見て歩いているというねパターンもありますよというお話でした。 今日はここまで。またね。